こんばんは、脂身長男です。はい、今夜はね、脂身長男の深夜バー。今日はね、テーマはね、おつまみの考察です。まあちょっとね、いつもうろうろさせてもらっておりますドンキホーテさんでね、ちょっと気の引く商品がありますんでね、買ってみました。今日はそれをね、ちょっとアレンジして食べてみたいと思います。はい、今日飲みますお酒はこちらですね。ドーン、ヘネシー VSOP プレビレッジコニャック。まあ味のわからないド素人に本当にもったいないお酒なんですけどもね、いただき物でね、大事にチビチビ飲んでおります。これがね、今日のおつまみと合うかどうかはまた別問題なんですけどね。じゃあまずはね、今日買いましたこの富士山グラス、見えますかね、富士山グラスに注いでいきたいと思います。よし、じゃあ、注いでいきます。こんなもんかな。よってね、あ、これね、やっぱり濃いお酒をね入れた方がね、下の富士山が綺麗に見えますね。見えますかね。うん、いいですね。ぶどうですね。で、今日ねご紹介するおつまみなんですが、こちらになります。ドーン、どうですか、大人の味、がっつりガーリック、いつ食べるの、今でしょう。ということでね、もう実はね半分ぐらい食べちゃってます。どうやって食べたかっていうとね、もうそのまま食べてました。で、この間豆腐にね乗せて、豆腐にたっぷり乗せて醤油ちょっとかけてね食べたらね、実にうまかったということで、今日はね別の食べ方を試してみたいと思います。これね、独特ですね。実はこれね、がっつりガーリック、何かと言いますとね、主成分がね、主成分というか原材料がね、ニンニクとザーサイなんですよ。それぞれを細かくみじん切りにしたやつに味付けしている惣菜になるんですけども、これサンフードさんから出てまして、 280g 入って確かね398円だったんじゃないかと思いますね。もうね、ニンニク好きですからね、がっつりガーリックっていう名前にやられました。じゃあね、ちょっとね盛り付けてどんなものか見ていただくんですが、今日はねこれで食べたいと思います。ダーン、キリのクリームチーズです。美味しいですよね。そうです、これに、たっぷり乗せてね食べてみようじゃないかという企画ですね。はい、クリームチーズ剥いてみました。これにたっぷり乗せてみたいと思いますよ。おー、はい、こんな感じです。まあちょっとね、上がりの加減で分かりにくいかもしれないですけどね、こんな感じになります。で、がっつりガーリックっていう割にはね、そんなにニンニク臭くはありません。どっちかっていうとね、ザーサイの香りの方が立つぐらいですね。はい、今日はねこれを食していきたいと思います。ガチョーン、ではいただきます。いただきます。まあこのもののね味は分かってるんで、ちょっと乗せすぎかなと思われるかもしれませんが、全然大丈夫です。これだけを食べてもねつまみになりましたから。じゃあまずはね、これだけで食べて、味知ってるんですけどね、感想を述べたいと思います。
ニンニクの臭みとか辛みはゼロです。まあ逆に言うとニンニクの、ね、ヘビーなファンである私にとっては若干肩透かしくなったというかちょっと残念だなと思うところも多いんですけども、まあ逆にそんなものを食べた日には次の日の仕事に支障出ますからね。まあデイリーで食べられるニンニク惣菜といったところでしょうか。まあ味の8割はもうね僕ザーサイだと思ってます。ニンニクはアクセントかな。実際食べた後、匂うこともないですし、これ開けてね匂いを嗅いでもねガーリック全然してませんから、味と食感に影響してるかなってくらいですかね。美味しい。ですからこれだけをねパクパク食べてもね、極端な話喉が渇いたりしょっぱくて水が欲しくなるなんてことはないです。ですから、この淡白なクリームチーズに合うんじゃないかなと思ったわけですね。じゃあねクリームチーズと一緒に食べてみましょうかね。よいしょ、こんな感じでいきます。合うね、いいです。思いつきだったんですけどね、クリームチーズもね美味しいんだけど、ガーッとね自分を主張するタイプじゃないんで、お互いがっちりとね受け止め合って、いいパートナーだと思いますよ。例えて言うならマイケル・ナイトとキッド、このコンビぐらいに、ね、しっくりきました。例えが古いですね。おっさんですからね。これはおっさんのつまみじゃなくてね、誰でも美味しいと思いますよ。お子様でも全然 OK です。今日はそんなこんなでね、ドンキホーテさんで購入しましたサンフードさんの、大人の味がっつりガーリックをご紹介しました。280g 入って、この大きな瓶に入って3キュッパぐらいですからね、僕はコスパはねいいと思いますよ。まあ、よかったらね一度お試しくださいということで、今日はこの辺で脂身チョナでした。 See you!